にちは、冬です。バザーのお時間です。はい、今日誕生日の方、おめでとうございます。はい、今日も無課金サブアカ柴山でやっていきたいと思います。はい、今日、何だっけ、今日のね、ガチャ更新待機配信、お付き合いください。ありがとうございました。ちょっとね、アーカイブがね、ちょっと僕、お休みモードするの焦って、残せるかなぁ、編集しないと残せないものがあって、はい、ちょっとお仕事面のこととかあったんで、今回から動画を見てくださった方、メガネでブルーライトに特化しすぎて、はい、ちょっと目の兄ちゃんみたいになってますけど、僕そんな陽気じゃありません。はい。目はね。そんなこと言っちゃう？まあもう陽キャキャラで行きましょうか。はい。よし。ただ今日ね、もう待ちに待ったあれですよ。これでわかるかいな。コードギアスクラブガチャが来てますね。はい。本当に、本当にこの日を待った僕は、めちゃくちゃ楽しかったもんね、ガチャ引いてたもん。久しぶりにちょっとしましたね、ほんまに。それだね、僕ね、生配信中にね、ちょっと何度結構ね、アナウンスというか、お知らせさせていただいたんですけど、この動画視聴ガチャから、コードギアスコラボキャラクターが、期間限定特別ラインナップということで、コラボ始まった時から、なったんですよね、これ僕、今日僕ね、コラボ前に全部回しちゃったんで、早速ね、ガチャ引いていきたいと思いますが、ね、まあ、とりあえずね、もうワクワクが止まらない、この日を待ってた魔法石のコードギアスコラボガチャ、それでは、いきます。まずはね、動画視聴ガチャちょっと一回見ていきたいと思います。はい、一回見ましたね。はい、こっから出るかな、出てほしいよ。出てほしい、そして伝説。コードギアス買おうかな、今回のキャラは。リッチゴールドドラゴン。聞いたことないですね、コードギアスで。はい、2回目ですね。こっから出たらもう、そして伝説へでしょ。ほんまに。お、これは違うということで、よろしいか？ 20P、これコードギアスコラボではございません。はい、3回目ですね。はい、これはまあ、リッチ続けようかな。これ日課にしようかな、コードギアスコラボキャラ。あ、これは違うのが、プンプン。これね、全然ね、パズドラの潜在玉ドラですね。はい、ラスト、今日の本日ラストですね。これショートでしたらよかったっすね、なんか。あ、これ来たんちゃう？お？ワンちゃん？こうやってね、メガネをコンタクトをバーンって外すんですよ。あー、びっくりした、今。ちょっと待って、これめっちゃ青く見えるからさ、ちょっと勘違いしちゃったやん。勘違いさせることを言うなよ。それでは、はい。無料をね、回収しております。もうね、芝居丸、はい。ギアスの、称号をつけております。それでは、クリア報酬開催記念、ナイトオブラウンズレベル5のクリア報酬ですね。これ、あれ？ログインスタンプどこ行った？待て。え？あーあった、こんなところに散らかっとるの、やっぱり。よし、じゃあ、コードギアスコラボ。10分の1の聞きましょう。ナナリーのために。これ、ごめんなさい。あ、うっそ。ブルージュ来てほしい。僕、ブルージュほんま大好きで。おおええごめんなさい、コードギアスが好きすぎ、今も喋れて、一応びっくりした。待って。バッチゲットでございます。おぉ来ちゃった。絶対重視の力でしょ。シーツ、死ぬなよ。いや、これはやばい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 、これはそして伝説エアは。はい。それでは、クリア報酬ね、ナイトブラウズレベル5倒してきたんで、はい、それでは、いきます。カモン。これもいいんですか？コードギアスに通じましたか、私の。あ、ちょっとごめんなさい、わからんかった。ちょっと目、めっちゃ青見えるんですよ。ルギアの&パーシバル。あ、これね、言っていいんですかね。グレイン聖典発局式が出てきた時の、キャラですね。フラミスコン。やったっけなぁ。それか、ランスロット・アルビオンのね。ちょっとコードギアスご存知の方は、この動画僕が何喋ってるかわからないかもしれないです。はい、それでは、これをクリア報酬。コードギアスコロシアムですね、またクリアしてきましたので、聞いていきましょう。そう。ちょっと待って。
ええの？ええの？そんな無料優しい世界、優しい世界やね。惜しかったんよ、マジで。これ、地引きの、地引きの喜び。素晴らしい世界。黒の騎士団ゼロ。俺はゼロ。奇跡を起こす男だ。世界を我に従え。めっちゃ嬉しいねんけど、めっちゃ嬉しいねんけど、ほんま。はい、それではこの勢いのまま、星7以上クリア報酬、コードギアスガチャ行きましょうか。いや、やっべえ、やっぱ、これはもう、やばい。これやばい。これはさすがにやばい。あ、そうか、これ。ごめんなさい。星7確定以上でした。わーお !V2!V2 って1,2,3,4,5,6,7 星なんですよね。ジークフリートっていうね、これね、ナイトメアフレーム、普通のロボット系のキャラを移植歩行というか、ナイトメアフレームっていうんですけど、これはナイトギアフォート、ナイトギアフォートフレームやったかな、何やったっけ、ちょっと忘れましたね。ごめんなさい。説得力ねえな。はい、それでは、ユーザー情報。購入力、ムライフン、40個ですね、はい。コードギアスにちなんで40個。全く関係ありません。今適当に言いました。はい。それでは、行きましょうか。ちょっと、ブライダルごめんなさい。ブライダルごめんなさい。今、コードギアス優先。はい。それでは、5回行きますね。はい。はい。扇さん。扇さんね、残念ながらね、作中めちゃくちゃ不人気キャラというか、はい、そんな感じなんですよね。人間はゲームの駒なんかじゃないんだ。黒の騎士団が結成される前のまあまあとあるグループのナンバーワンというかナンバーツーみたいな感じでしたね。はい、それだ。あと4回。結構もうなんか物欲ないねんけどね。ほんまに煩悩がなくなった。うわ、ナイトオブワン。ビスマルク教やん。ビスマルク教マジで。ほんまね。私こそが唯一のナイトオブワン。ビスマルク教か。いやー、やめろこいつ。ビスマルク教でじゃあ。ごめんなさい。めちゃめちゃ何出てもテンション上がるな、僕。はい。ちょっと、扇さんの時露骨にテンション下がってごめんなさい。それでは。いきます。はい。楽しい。きた、ちょ、待って。芝居でもあるよ。どうしたあのなぁとねぇが混じってあのまぁになっちゃったんですけど。やべぇよ、これは。ほんま、ちょっと待って、ゼロの画面。ほんまね、大学からしばらく使ったパソコン、あれ、ずっとこのゼロの、お面かぶってたんで、お面じゃなくて、ホーム画面やったんで、はい。やっべえ、これはちょっと待って、激アツすぎるやろ、ほんま。ビスマルク教も出てるでしょ、これ。それだ、ラスト行きましょう。あ、ラストちゃう、ごめん、嘘ついた。まだいける。まだいけるよ。はい。いやーいやちょっと語彙力を失ってまってるね。まあもうここはもう何でもいい、もうほんまに何でもいい、もうめちゃめちゃ満足。まあいいでしょう。これモニカさんはね、結構隠れ人気キャラでして。どうして味方を撃っているの？マジか。それでは結果見ていきましょう。はい、こちらですね。はい、ルルーシュ&シーツで、あとちょっとごめんなさい、ナイトオブランドはどうだったかと、ルルーシュ、V2、扇さん、ビスマルク教、ルルーシュ、ナイトブラウンのどなたか。
えぐいね、これ。ちょっと待って、待って、どうしよう。だってさ、だってさ、だってさ、ルーシュあれでしょ？これはえぐいよ。4ターンで、毎ターン軽減ループできて。ちょ、待って。で、ビスマルク教は？ビスマルク教が、原破か。あー、なるほど。えぐい。えぐい。いや、なんか、ちょっと最近の全部抱きしめてじゃなくて報われた気がします。はい。それでは本当にね、ここまでご視聴ください。ありがとうございました。あー、もうめちゃめちゃ幸先ええわ、これ。わー、ほんま。あー、楽しい。それでは、今回はこの辺にてお開きにしたいと思います。ありがとうございました。ぜひ動画の感想や、よろしくお願いします。ぜひぜひコメント欄に皆さんのガチャの結果やコードギアス、どの程度知ってますか？とか。もしね、コードギアスをお聞きしたい方は、もう生放送、僕が全部、面白いとこ全部伝えます。はい。いや、これはいいね。ほんまいいわ。これは、ほんまに。っていうことで、ちょっと通知も来ちゃった。はい。それでは、今回のワイタは私、ありがとうございました。それではね、本当に皆さん、ありがとうございました。生放送からね、最後、昨今ね、はい。昨今ね、今日本ですね、はい。それじゃあ、皆さんのガチャ結果も、ゼロがいっぱいいきますように、お祈りしております。それでは、バイバイ。